北浜アレイは、香川県高松市北浜町にある古い倉庫を活用した複合商業施設。2000年にオープンした高松港ウォーターフロントのトレンドスポット。ギャラリー、ブティック、カフェレストラン、美容院、雑貨店などが入居し、広場ではフリーマーケットやコンサートなどが開催される。北浜アレイ高松港を経由する貨物の一時保管場所として、 昭和初期に建設され、本市家境の開通によりその役割を終えた古い倉庫群が倉庫の原、姿を残す商業施設として再生する文化的貢献を果たすを基本理念として、一級建築士の井上雅子と地権者である農業協同組合 JA 香川県により開発された施設。対象となった倉庫は、向こ国道フェリーの向かいの道路に直角に並ぶ四棟。 内側の一棟は軸組みのみを残して撤去して、レンガ敷きの広場にし、他の三棟の倉庫は外観を変更せず、内装も可能な限り典型を止めるという方針の下で改装された。前時代の港の雰囲気を残した北浜で、週末は多くの若者が集う場所になっており、またテナント量は高松市中心部の約5分の一の水準に抑えられていることもあって、 入居希望者は多く、それらに対応するため近隣の倉庫3棟を新たに改装するという計画が浮上している。レンガ広場。ありがとうございます。